はい、こんにちは、吉松です。ということで、ちょっと今日はね、トランサーフィンについおいてですね、コマと台本の、その要するに映画のコマと台本のね、ことをちょっと考えてみましたので、ちょっと、語ってみます。タクシーにも書いてあるんですけど、コマね、コマがあって、新シーンにね、台本がもう決まっているということが書いてあるんですけど、コマというのはですね、やや短いスパンなんですけど、場面というかね、ちょっとしたこう出来事、これはですね、前回の動画でですね、あれです、三つ編み使って変えることができるということですね。この台本、これはですね、天命あるいは運命ということですね。運命、天はなぜ我々をね、助けたのかということですね。あるいは見捨てたのかということです。天命と運命ということですね。これはですね、トランサーフィンで変えれるんですが、次回にここへ行くことはかなり難しいです。なぜかというと、人間オギャーと生まれてくるときに、守護霊さんたちとか、あるいはこういろいろこう順番もあるし、こうその時にですね、とことん反省させられて、私は悪い人間でしたということで、じゃあお前この次どういうふうに自分の人生するつもりやということで、人生のブルーフィルムですね。人生のブルーフィルム、ブルーフィルムというものをですね、ある程度考えて生まれてきます。それに見合った両親、あるいは一族とか国とかね、環境で生まれてきます。で、今度こんなことやってきますよと、かなり苦しい状況環境においても、人生を諦めずに他の人たちと手をつないでですね、励まし合って人生を生きて、愛にどっぷり使った、そういうね、人のためになるようなそういう人生を送りますよということで、おぎゃーおぎゃーおぎゃーと生まれてくる。これ台本なんですよ、ね、だから場面ごとのコマ、今日は嫌なことが起きそうやと思ったら嫌なことが起きたり、今日はいいなって思えばいいことが起きたりとか、彼女とうまくいきたい、彼氏とうまくいきたい、あ、うまくいっちゃった、嬉しい嬉しいと ね、告白されたとか、いろいろあるかもしれないけど、そういうことのことですね、台本っていうのはね、大体流れ沿ってるですよ、普通の人はね。例えば途中で死ぬような、ね、例えば台本では75、6まで生きて、こういう人生、こういう人生って、ね、学生時代とか、就職してから結婚、あるいは離婚とかね、あるいはうまくいったとか、配偶者が洞窟殺したとか、そういうことはもう決まってるんで、このブルーフィルムのところで、ね。でこことこことって大体シンクロしてるんですが、この台本がですね、非常に自分に苦しくて嫌っていう時あるんですよ。例えば何かの家元で生まれたけど、もう嫌でしょうがないと、こんなの、なぜ私がこの親の会社を継がなきゃならんのかと、こんな借金まぶけのということもあるわけで、必ずしもいいことばかじゃないですよ、この台本に書いてあることは。ただ大きな目から見ると、人生のブルーフィルムということで、自分がですね、霊界で騙されて、お前は足りない人間だということで騙されてですね、その自分で決めてきた、約束してきたっていうのがあるわけです。だから結局コマコマコマで場面場面をですね、いじっても、要するに戦争で言うとですね、大きなですね、場面、決定的な場面で、なら別ですけど、ちょっとしたあっちこっちの局面、戦争で言うとですね、戦術ですよ。
戦術でですね、小さな戦い、まあこれをですね、まあ、戦闘と言ってもいいですよ、小さな戦い、ここでいくら勝ってもですね、戦略つまりアメリカ対日本みたいなもんですよ。アメリカはまあ戦略があったんですよ、最終的にですね、まあ、グランドデザインとも言いますけど、最終的に日本を占領すると、日本占領と、ね、この時日本はダメだったのは、アメリカと適当に戦争すればアメリカがちょっと弱くなって、で講和っていうね、どっかであのこの手打ちみたいなことをするんじゃないかというような、その楽観的なところもあったわけです。ところがアメリカはこれなんですよ、まるっきりこの日本占領というのをグランドデザインにしてて、全く違うわけですよね。で個別のですね、この戦術、これは駒です。駒をどう動かすか、これはですね、台本なんですよ、映画の。これぐらい違うんですよ、実際問題、トランサーフィンの中でも。だから駒で、例えばいくらちっちゃい部隊と部隊の戦いに勝ちましたと、ね、ある島を占領しました、ちっちゃい島を、なことはこれに関係ないわけですよ、台本には。あ、そういうこともあるだろうけど、わっと大きくね、あのつまり1ヶ月で何十隻も何隻もあの空母を作っていくみたいな、そんな力がありますからね。だからもうまるっきり違ってきてるわけですよ。ところがトランサーフィンの本を読んでると、台本も少しずつ変えることができると書いてあるんですよ。だから非常に画期的なんですよね、トランサーフィンは。それは考えたら、まあ、話が早いことで、場面場面の戦闘を勝っていけば、自然にこの日本占領というね、まあ、結果的には日本占領されましたけど、日本占領というここのところも違ってくるわけです、全然ね。うん、それがまあトランサーフィンに書いてあることかなと私は自分の頭では理解をしました。うん、だから場面場面の出来事を変えていくと、まず一番大きいのは過去が変わってくるんですよ。過去ね、例えばある人とある人、あの例えば自分とそこ仲が悪かった場合に、台本通りに行くと仲が悪いまんま憎み合って、いがみ、あのお互いにね、その何でいこういがみ合って終わると、台本では。それはブルーフィルムがあるから、人生の。ところが場面場面のコマを変えて、この人とすごく仲良くなると、例えば非常にパワハラ上司なんだけど、なんかある出来事が起きてですね、劇的に、そうすると仲良くなるわけですよ。で今度吉松くん一緒に魚釣りでも行かないかとかね、同じ一緒の趣味やったりしてね、そうなるわけです。そうすると過去変わってくるんですよ。この上司にこんなひどい目に遭わされた、こんなに辛い思いっていうのが、例えばその人の中で、いや今釣りとかいろいろやってて上司の気持ちも聞いたら、確かに自分に悪いとかあったなと、確かにあの状態で、確かにまあ上司は卑怯なことをやったかもしれないけど、まあでも家遊びに行ったりなんかして行くと、娘さんとか息子とかもいて、奥さんもいい人だし、まあそこまでひどい仕返しをする必要ないっていうようなことがあったりして、そこまで憎む必要ないと、そこまでいがみ合う必要ないと、この上司もあと 2,3 年で転勤って本人も言ってたしという、過去が変わってくるわけですよ。そうなるとこの台本も変わってくるんですよ。その上司を憎むこと、いがみ合うことによって、今後のその人の人生がこのブルーフィルムの通りに行こうと思ったのが行けなくなるわけです、ね、と台本が変わってくるわけです。これはもう小さいですけど、もっと大きな部分で変わってくるわけですよ。例えばなんていうのかな、
その上司のことを悩んでたから、なんかある事故とか事件とかに巻き込まれそうになって台本がそうなって、そこで本人が苦しむっていう台本が準備されたりすると、上司について悩まなければその場面が起きないわけですよ。まあ無理やり起きることもありますよ。天変地異とか、それは台風とかね、大水とか、うん、だけどそういう本当に大きなのを抜くと、台本が全部総特化やったら、まあほとんど無理だと思うんですけど、2割3割4割ぐらいは変わってくる可能性があるんです、台本が、うん、で出会う異性、彼氏彼女とも変わってくるしということで、トランサーフィーに非常にこの何ていうのかな、あの可能性があるというのは、コマ各コマを切り替えていくことによって、ゆくゆくは台本が大きく書き換えられる可能性があるわけです。だから天命運命を変えてしまうような、まあある程度そう特解はできませんけれども、ちょっとずつでも本人にとって痛みが少ない方、そのレベルが低い苦しみの方へ行くことができると、はい、で過去が変わる、そうすると現在が変わります、そうすると未来が変わっていきますということであると私は理解しました。では皆さん、また次回ねお会いしましょう。